落ち込むところはそこだけのライン取りしっかりやったら、あとはしっかりターンできるんで頑張っていこう。お願いします。はーい。長すぎたい作戦。ただのダブルゲートな、そこだけしっかり大きな一個のターンで回っていくので、何回も踏むの。はい、早くとっくりジャパンのこのスモークに耐えてますね。はよ。いろんな曲出てるのなかなか見づらい。外目ライン取りどうだった、最初のな、あのそこをしっかりやってつなげないと全く滑らないよ。外目上から巻いて入らんと緩斜面スピードつながらへん で緩斜面出口もよくライン取り考えて。ミック、いやダブルゲート、ダブル出てからもう含めてダブル二度振りしよるから、あちょっと水が日本やってこうして日本やそうやな、日本でギリギリやと思うで。いいよ、普通のダブルとかな、下が動いてるのが分かるけど、ライトすみません、暗い元が防水にしたら、あソニーが買うのと、ソニー買うのと、防水のこれ。あぶら。セット目立ててね。はいよ。下合いますか。これ2セット立てたんかなと思って。あと合う。そうだったな、今と思ってるんですよ。ジョングクのこっちからこうしてここを飛び込み、そう飛び込みのやつ、うん、だからこうビデオ撮るパターンはここから行く。ね、今がこれ見るだけでしっかりしっかりライン高いところからまっすぐ、はい、こう、はい、上の急斜面の ライン取りになってる。今、水木ここのラインとかはしっかり作れてるから、折り方っていうところね、あのライン作品のところに行って、ほんまに腰回したいやつやな。本部、日本部外側から、上で無視して入ってきて、ちゃんと行って、結構みんな右なんか踏みづらそうに来てるんですけど、結構なんなんやろ、どうしちゃうかな、はい、じゃあこれはこう帰る。みんなあちこちでキャーキャー言いながら滑り始めてるから楽しんでもらってることこれじゃないですか。絶叫アトラクション、そうや、こんなコースを思うなら思われたらあかんしな。はいよ。見えてんやろ、最後の接近でからのそこの二度割り二度から外側から入ってくるな。はい、わかりました。
おもろいな。やったら下まで大丈夫なはずやねんけど、なんかが起きたかな。手直し行くと整備。本家よっこい正直久々に聞いた。どうした氷だったら、歴史上の人物として知ってないとダメですよ、それ。それ、吉本の人を使ったらいいんですか。ネーミング的な吉本で、それを大体もう、毎年一人はそれを真似するやつがいる。失礼します、お願いします。はい、コース整備後、2本した人の辺から、またコース整備に行きましょうと、上にもしこの無線聞こえてたらお願いします。はい、わかりました。まあ、まずこれで、次に入れ替わって、男子の高速に行くと、電気が来たら、このままで出す。お前らもずっとうんこちびりっぱなしじゃん。お前食べなさい。はい、OK。 あーそう。あら、こんなこと、ああ、どうしますか、こんにちは、こんにちは、しかもね、下がもう、ないので、朝一で平行で行かないと無理っす。俺ら、さっきこれこっち逃げたもんね、大成功。お父さん、やばかったっすもんね。でも、めっちゃ、こんなんなってる、こんなんなってる、してるうちなの。閉めてあの時な。はい、最後。通常の大作戦でこう。そうします。はい、了解。課題は？古いところじゃない。こっちの三斜面。はい、体の三斜面。そう。はい、この最後のところで倒せるところです。はい。